オロシウスは4.5世紀頃のキリスト教の聖職者、歴史家、学者。ローマ帝国後期の人物であり、生涯についてはほとんどわかっていない。生まれは現在のポルトガルのブラガあたりと見られているが、確証はない。他にもフランスやスペインの複数の地域が候補に挙がっている。裕福な一族出身と考えられている。 どこで学問を学んだことについても記録は残っていない。ローマ帝国のキリスト教徒であった。通説では5世紀の初め頃にゲルマン人から逃れるためアフリカに渡った。おそらく410年の西ゴート族のアラリック一世によるローマ陥落に衝撃を受けてたと考えられている。アフリカでは恐怖はウグスティヌスに従いでシ入りした。キリスト教徒として、 見聞を深めるため各地を訪れた。師匠、アウグスティヌスの代わりに、エルサレムでペラニウスと進学論争を交わした。帰国後、師匠、アウグスティヌスの下で、数多くの進学、歴史書を書いた。後年の生涯については全く不明である。いつ頃死去したかについてもわかっていない。研究者によれば、おそらく五世紀初頭と見られているが、証拠は、 全くない。ありがとうございます。